また何者かに見られている感触を味わったぞ。やはり、ジョナサンの子孫か。この肉体が何らかの魂の信号を子孫どもに送っている。いいだろう。宿命とも言うべきか。始末すべき宿命、抹消すべき因縁。すでに手は打った。あの時、俺は弱っていた。首だけだったからな。もし、 ジョナサン・ジョースターの肉体を奪わなかったな。こいつのエネルギーがなければ非常に少なかったが、100年も海底で生き延びることはできなかったろう。しかしこの肉体は親子の絆のようなもので、ジョナサンの子孫と通じているらしい。 奴らは俺の存在に気づいている。このジョナサンの肉体を得たことによって、俺が身につけた新しい力、スタンド。このスタンドも子孫の体に影響を与えている。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。排除せねば、 ジョナサンの一族は根絶やしにせねば。私の職業は占い師、ハンハリーリという数区に店を出している。その晩は満月だった。奴は私の店の2階への階段に静かに立っていた。心の中心に忍び込んでくるような凍りつく眼差し、 黄金色の頭髪、透き通るような白い肌、男とは思えないような怪しい色気。すでにジョースターさんから話を聞いていた私はすぐに分かった。こいつが大西洋から蘇ったディオだと。君は普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだ。一つそれを私に見せてくれると嬉しいのだが。 奴を本当に恐ろしいと思ったのはその時だった。奴が話しかけてくる言葉はなんと心が安らぐんだ。危険な甘さがあるんだ。だからこそ恐ろしい。さあアベデル。 場所を感づいたな。来るか、このエジプトに。ジョセフとジョータローか。恐怖という感情がある。動物が持つごく自然な感情じゃ。恐怖とは一体なぜ発生するか。 恐怖には動物としての本能による恐怖、思考を巡らすことによる論理的な恐怖がありますじゃ。つまり己より強大なものに出会ってそれに対抗する力が備わっていない時理解した時、または未知なるものに遭遇した時、知らないということはそれだけで恐怖を喚起するもの。 恐怖に直面した時、選択する行動はいくつかある。もがく、抗う、逃亡する、受け入れるなど。しかしディオ様に出会った時、湧き上がる新たなる衝動、喜び。
恐怖に歓喜する快感を知ってしまった者がどう行動するか。奴は今頃ジョースターたちの乗った飛行機に同乗していますじゃ。目的地に無事たどり着くことはありますまい。に像が映っているのはビジョンだ。私のではない。君自身の心の中が私の能力を通じて念写させているのだ。どうだね、一つ私と友達にならないか。君は悩みを抱えている。苦しみを抱いている。私と付き合えばきっと心の中から取り除けると思うんだ。今の水晶の像が君の苦しみなんだ。力を貸そうじゃないか。私にも苦しみがあって日光の元に出られない体なのだ。だから私にも力を貸してくれ。この男を探し出してやるよ。一つ尋ねるが、生きるということは何だ。欲するものを手に入れること。一言で言うなら人が生きるということはただそれだけじゃ。金が欲しい、名誉が欲しい、食べ物が欲しい、愛が欲しい、恋人が欲しい。しかし欲するものを手に入れるとき必ず戦いが起こるな、エンヤバー。確かに。戦いに敗れ欲するものが手に入らなかった場合、挫折感と敗北感を味わい傷つき、そして次なる戦いの時恐怖を感じることになる。俺は恐怖を克服することが生きることだと思う。世界の頂点に立つ者はほんのちっぽけな恐怖をも持たぬ者。わかるか、エンヤバー。わしはあなた様にスタンドの存在と動かし方を教えた。そしてその不死の肉体、何か恐怖することがあるのでかもしれぬ。何を案じておる。ジョースターの決闘。ジョースター、あの二人、あれはただの数じゃ。やつらはあなたのスタンドの敵ではない。しかしそのカスがこのディオの人生にこうもまとわりついてくると、運命というものを信じざるを得なくなるのだ。正確に言おう、ジョースターに恐怖しているのではない。ジョースターの決闘は侮れんということだ。このディオの運命の歯車からジョースターを取り除く必要を感じるのだ。侮れないというだけでわざわざディオ様が出迎えるおつもりなのですか。そうだ。くだらぬ、あなたはそのようなくだらぬ行動をしてはならないお方じゃ。すでにエンプレス、ハングドマン、ストレングス、ホイール・オブ・フォーチューン、テンパランス、エンペラー、デビルの7人のスタンド使いが向かっておりますじゃ。あなたが出向くほどのことはありませんじゃ、ディオ様。ストレングスがやられたようですじゃ。しかしご安心を、6人のスタンド使いはどの者も強力な者ばかり。しかもそのうちの一人はわしの息子じゃ。息子の右腕が奴らを始末するでしょう。変わった老婆だ。お前の欲しいものは何だ。何度も言いましたじゃろう、あなた様のおそばにいるのが望み。あなたの守護霊はとてつもない力を持っている。悪運の強い変わった人生もその影響じゃ。あなたの人生を見てみたい。
それだけですじゃ。こいつはジョセフ・ジョースター。貴様見ているな。ディオー、返した。危ない。近所をうろつくハエは始末したか。スピードワゴン財団、油断も隙もないな、まったく。この体もだいぶ馴染んできた。感じるか、ジョナサン。お前の子孫どもが近づいてきているの。つくづく残酷だな、この世界というものは。何か用か。ディオ様、こいつの前に来るだけで背彫りに氷を詰められた気分になる。落ち着け、オルゴース。圧倒されるな。なんてことはねえ。俺よりほんの少し強いかもしれないってだけだぜ。何の用だと聞いたのだ、ホルホース。その報告に来たんです。救援神のうちの5人目と6人目のマライアとアレッシーが倒されたそうです。それで、それでそれが報告です。ジョーサーたちは明日にはカイロへ到着しますぜ。救援神の残りは3人。それでと言ったのはお前のことだよ、ホルホース。お前はいつ私のために奴らを倒しに行ってくれるのだ、ホルホース。私に忠誠を誓うと言っておいて全く戦いに行かないじゃないか。情報連絡員なら誰にでもできるぞ。二度も失敗して逃げ帰ってきたな。俺の首から下はジョナサン・ジョースターという男のボディでな。ジョセフ・ジョースターの祖父だった男よ。見ろ、この両指を。左の方が傷の治癒力が遅いだろう。体の左半身が弱いのだ。まだ完全に俺に馴染んでおらん証拠。不死身ではない。奴らと戦うにはまだ準備不足というところなんだ。今度こそジョースターどもを殺してきてくれよ、私のために。さもなくば私がお前を殺すぞ。ふざけやがって。こいつ俺を追い詰めるつもりか。私のためにだと。なめんなよ。俺は強い方につくだけの男。心の底からてめえには忠誠を誓ってねえぜ。魂までは売らねえ。ちくしょう。おめえ本当に強えのか。背後が隙だらけだぜ。肉体がまだ思うように動かねえんじゃねえのか。
考えてみればジョースターたち4人と戦うよりこいつは今たった一人。ここでこの野郎の頭をコッパみじんに吹っ飛ばした方が簡単にケリがつくぞ。財宝も俺のものだ。やはり隙だらけだ。エンペラーの銃口を向けているのにこいつは気づいていない。今ならやれるぞ。引き金をちょっと引くだけだ。一瞬で終わりさ。接近での暗殺こそエンペラーの独断状。俺ならやれる。やれるぞ。何をしている。早く行けよ。ぶっ殺してやる。脳みそ床にぶちまけられ。ディオさんよ。本当に私を撃とうとしているのか。いない。気に入った。殺そうとする一瞬汗もかいていないし呼吸も乱れていないな。冷静だ。さすがホルホース。動きが見えなかった。見えなかったとしてもここらの蜘蛛の巣をちっとも破らずに俺の背後に回れるはずがない。スピードじゃねえ。どうやって俺の背後へ。わからん。今のがディオのスタンドワールドなのか。準備不足だと嘘つけ。やっと分かった。ディオ様、あんたにとことんついてかなきゃならねえことが。乾杯だ。